首里城では国を挙げての儀式や式典などが数多く行われていました。文献資料によるとその儀式や祭典の数は毎年60以上もあり、多彩な行事が行われていたと記されています。琉球王国国王自らが宇内に登場して儀式を行うこともたびたびでありました。国王、王妃が移動します。皇帝から授けられ、皇帝の使者である札幌氏によってもたらされました。それが清の時代に入り、龍の文様が織り込まれたマントンという反物生地が送られて、5本の爪を持つ龍の刺繍や随雲、コウモリなどの大変めでたい文様が施された豪華な衣装とし、ここ琉球の地で仕立てられるようになりました。その衣装は現在でも那覇市に大切に保管されています。また国王の冠は貴弁冠と呼ばれ、金銀や水晶、サンゴの玉が施されており、衣装と合わせて国王が着用する最上級の礼服でした。本日着用しております衣装は中国の清の時代にもたらされた衣装をモデルに再現されたものです。一方、王妃が着用しております衣装は現存する資料が残っていないため、沖縄県北部にある伊是名島に現存する身分の高い神女の衣装を参考にして制作しています。国王の衣装とともに赤地に鳳凰の文様刺繍が施された衣装となっております。なお、国王、王妃の衣装はいずれも中国の南京雲錦研究所で生地を仕立て、約8ヶ月の期間をかけて沖縄で仕立てられた衣装でございます。国王、王妃が移動します。
首里城正殿は2026年の完成を目指し、復元に向けて着実に工事を進めております。10月には復元に用いる木材を保管し加工する場所、木材倉庫と木材を加工するための実物大の設計図を描く原寸場が完成し、見学デッキからは作業状況などを見ることができます。ぜひ着々と進む首里城復興の今をご覧ください。本日のご出演は国王比嘉智章さん、王妃神山聖華さんです。国王王妃がお戻りになります。これをもちまして国王王妃執業を終了いたします。ご観覧誠にありがとうございました。この後午後2時45分よりこちらシチャヌーナーにおきまして国王王妃執業を行います。ぜひご観覧ください。